どうもこんにちは、ナムです。今日もランクマ戦以内目指してやっていきたいと思います。で、今日使っていくポケモンがこちら、ブリジアスでございます。はい、こちらのブリジアスはですね、前シーズン20位の方が使っていたのをそのままパクって持ってきたんですけど、ブリジアスって意外と型が多くて、まあ、直帰型とか、あと持久力を使った型とか、なんならメガネとかもいるし、お盆型もいるって中で、今日はね、こちらのイバン型を使っていきたいと思います。で、技構成がですね、まあ、こんな感じで、ミラーコートで跳ね返すこともできれば、ステドを巻いて起点作りもできる。で、まあ、流星群徹底光線で、まあ、攻撃することもできるということで、まあ、結構万能型なんですよ、こいつ。まあ、この4つの技を駆使してね、相手に嫌がらせをしていこうと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、対戦相手方に使いました、矢野ちゃん対戦の方、お願いいたします。で、ここはですね、初手ブリジュラスから入っての、で、海竜引き連れて、で、あとは全体的に仕事ができたのハッサム、この3体でいきたいと思います。さあ、相手初手から大入だ、OK。で、なればどうしようか。結局こっち立ち回りのこう、あのパターンがね、たくさんあるんでね、この対面だったら、まあ、流星群かステド、まあ、ここ流星群から入るか。で、これ流星 OK、 あ、こっちの方が早いよ。ってことはお前オボンとかじゃない、違う、あ、いや、オボンだな。ってことは俺がこの間使ったやつじゃない、これ。あ、インパから入ってくるか、これでかいですね。ってなれば、ここ徹底光線からステドなんだよ。相手のパーティー見た感じ、多分ね、無理にステドを巻く必要は多分そこまでないので、ここ徹底で、コンセンで V ジャス消してって、あの、まあ、起点にされないようにしていくパターンですね。さあ、まあ、多分ね、飛ばしはできないと思うけどな、ワンチャン飛ばせばでかい。いちいち効果まで持っていけばでかい。さあ、どうだ。あ、OK、でかい。あ、これは最高ですね。OK、ガポン、これはでかいぞ、これはでかい。相手もしガポンで海遊倒すのであれば、多分手出せたのはしたくないと思うんだよ。型破りがあるから、丸付け外すっていう。でなれば、ここ多分飛行手ナンパが安牌で、もし交代してくるのであれば、まあ、ランドかライコ。まあ、ここライコに引いてきたら、まあ、あの、ハッサムに変えればいいんで、ここ飛行手ナンパします。オッケー、お、急った。あ、これでかい。さすがに飛んだ。さすがに飛んだ。さあ、結局、相手のガポンがいなくなれば、もう、うちのハッサムが死ぬほど、もう、生き生きとするんですよ。で、ここで手ナンパ、で、これで、まあまあまあ、相手の裏誰が、いや、ライコになってくればちょっと変わってくるのか。ライコはちょっとめんどくさいんだよな。あ、神ならいい、神ならいい。全然いい、全然いい。一見この海竜残す必要ないとは思うんですけど、ここ一回ハッサムに変えます。で、そうすることによって、相手、ハッサムのバレパン耐えるために手出したらしなきゃいけないんですよ。で、なれば手出したらしてくると思うんですけど、で、手出したらしたら下で、こっちのあの海竜の収束が当たるようになるんで、多分これが安牌、OK、正解。さあ、どうだ。 OK、 テラスターしてきた。これはでかい、これは非常にでかい。で、多分ね、どうせ水テラスター、炎テラスターとか変なこっちかと思うんですけど、あーですね、水ですね。で、いや、多分ね、ブレーナー、たまにマジカルフレーム覚えたやついるけど、マジカルフレームさえなければこっちある程度動けるんでね、神速圏内まで持ってきて、あーあー、いけるわ、さすがにいけるわ、これ。あ、ナイス急所。まあ、それはね、さっき相手ムーンフォースでね、こっち 30% で特攻下がってるんで、急所引いても辛そうだろうなと思うんですけど、これ、うわー、お前、もう引きすぎ、引きすぎ。けど、これはもうどっちにしろもうパンでパンですね。はい。よいしょと。あ、でかい。これはさすがに収束圏内いったの。さあ、これで OK。はい、この調子で2戦目の方も勝っていきたいと思います。はい、対戦相手方が見つかりました。シュダさん対戦の方お願いいたします。で、ここはブリジュアスから入っていって、で、まあ、ここも海竜とハッサムでこれでいいんじゃない。この3点でいきたいと思います。さあ、相手初手からラグダージュ OK で、こうなってくればな、どうだ。ステド巻いてもいいけど、別に流星群でもいいんだよな。まあ、流星群から入るか。相手もどうせ多分ね、ステド巻いてとか多分そういうのしてくると思うんだよな。お、ビルドしてきた。え、ビルドアップしてきた。え、アタッカー系男子なんだお前。で、ないばもう一度こっちに流星群だもん。そうなってくれば、で、別に様子見て、あ、でしょ、自信でしょ。で、別にこっち次上から、上からっていうか、別にここで、ステド巻けばいいんでね。さあ、まあ、ステド巻いて終了と。これはでかいわ、普通に。相手多分倒してくれるよね、さすがに、ちゃんと。あー、でも OK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 、 これはでかい。相手のラグダージュ、いや、まあ別に、やっぱりね、ラグダージュ
不意に来たアタッカーとかちょっとびっくりはするけど、そこまで強いとは思わないんだよね。でなればここだって海竜出して捨て駒まかえてないのはでかいんだよな、これ結局。まあこれさすがに上取ってると思うんで自信から入りますか。さあどうだ。いやさすがに落ちるでしょ。あでしょ、 OK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  で一応ね、テラスターしても良かったけど、しない方がラオスに強く出れる可能性あるんで、このままで。多分ここで多分ポリゴン2とか来そうな気もするけどね。ガチグマか、ガチグマか。ここで来るガチグマは10兆ハックブラッドムーンなんで、ここ一回発散バックします。はい。で、相手の型次第なんだよな。あくび型なのか、それとも直帰とかなのか。まあ多分ね、ブラッドムーンから入ってきそうな気もするけどね。あ、でしょ？これ多分これノーマテアブラッドムーンなんですよ。違ったらね、後で謝罪したいと思うんですけど。さあ、どうなのか。でしょ？これもう確定です。で、あ、でしょ？で、多分ね、これ半分を超えちゃうと思うんだよな、さすがに。HB に振ってるから、と、結構入ったね。結構入ったね。それはちょっと話変わってくるぞ。で、一応、相手の裏が幅紙だった時、こいつのバレパン欲しいっちゃ欲しいんで、ここトンボで帰ります。はい、さすがに上は取ってるんで。で、相手がここを素直に大地の力とか打ってくればマジでかい、最高すぎる。今日多分ねハイパーブーストかと思うんだよな。どうだ。さあ大地来た。 OK、 完璧完璧。アーマちゃんだね。これはもう飛行テラバでしょ。これはもう十兆吐く飛行テラバですね。で、多分ワンチャン飛ぶと思うんだよね。相手多分ね直帰だと思う。多分ね、多分。まあ本当も意外といるけどね。まあ海竜がこういうワンパーセンバー問題ナッシングトゥーマッチ。オーマイゴッド。あーマジか。あ、めんどくさこいつ、めんどくさ。だってもうこの時点で相手の裏がラオスだったら死ぬほどめんどくさい。でなれば、もし相手の裏がラオスだった時、新速から入りたい気持ちはありよいのありなんで、ここ一回発散バックして、発散フィニッシュしたい。いや、そうだよな。これが安牌です。どうせ多分真空波か、打ってきてもハイパーボイスなんで。でなれば、さすがに耐える。さあ、OK、真空波ね。で、ちなみに今左上に出たシマゴンというのは、俺の小学校から一緒の友達で、めちゃくちゃイケメンです。はい。けど童貞です。ここはですね、バレパンがアンパイでしょ。まあ相手も、うん、バレパンですね。はい、バレパンよいしょと。さあここからの勝負ですね。怪獣か、怪獣か、怪獣か。うわー、ブリジュアスここの捨てとめっちゃでか。怪獣か。けどこれバレパン神速で落ちそうな気するけどね。バレパン神速にかけます。頼む。あ、まあまあいいダメージ。竜舞だと、竜舞だと。一番羽が嫌なんで剣舞します。あ、なんやねんお前、なんやねん。激凛かい。じゃあ勝てるわ。じゃあバレパンでよかったけどね。今日多分ね、さすがにハチマキ新作でこれ落ちると思うんで。え、ってか竜舞激凛って何。竜舞激凛って何お前。どこの所属だよそれ。うわ、バレパンでよかった。頼む頼む、落として落として頼む頼む。よし、3戦目いきます。対戦の方お願いいたします。で、ここはですね、ブリーチアスから入れば相手のね、邪道弾初手に来ても打点がないということで、ここブリーチアスから入っていって、で、まあ多分カイリューとの相性めちゃくちゃいいんで、カイリュー引き連れての、まあ、まあ悩みどころですけど、ここはいい意味でいくか、コンサテでいきたいと思います。さあ相手初手からラオスですね。おお、そっちかよお前。そっちか。いや、そっちの方案外ありがたいわ。これ相手素直に殴ってくるか、トンボで帰ってくかのパターン、どっちか。いや、多分、あ、クラウスだったら殴ってきそうな気するんで、優先軍から入ります。はい、オッケー。あ、こっちの方早いのお前、マジか。おお、やばやば、マジ。おお、挑発か。いい攻撃しますって。そんなそんな、待って、これさ、残そう。だって相手ここさ、もうさ、やばい、素早さも来てる。次流星群来る。せめて頑丈か何か外そうで、多分相手不意打ちかくると思うんですよ。なのでここ海流です。はい、ワンチャンいい意味でよかったな。わ、いい意味でよかったわ。もしくは相手これ引いてくればでかいわ。結局だって相手捨てのマクロのやつそんいなかったよね確か。で、なれば多分うちのブリジャス二度回えるんですよ。あー、どうだ、頼む、フリーチ。あ、オッケー、引っ込めた、でかい。ってことはお前、ハバカミか。ドラゴンナイト、ドラゴンナイト来たのお前、マジ超悩みどころじゃん。
けど何けど一番ありがたかったのが相手の上をする水じゃなかったんで、うちのイギリが手出す気になくてもいいんですよ最悪で。なればここぶっちゃけもう手出す切っちゃって飛行手アップでご利用する、飛行手アップでご利用しましょう。さあ相手も手出すと切ってくるからな。え、けど海流対面だと切りたいとは思うんだよね。どう、俺は切りたい。相手も多分切ってくると思う。あ、ではね、切ってくるよね。で、いや、鋼か電気か、最近多いもんな。ノーマルだったらマジ御の字。さあどうだ、うわ、やっぱり電気切るわ。電気機か、マジかってことはお前ワイドブレーカーじゃねえ、それ違う。オタクの袖ってワイドブレーカーじゃないですか、違います。どう、いや、もう最近電気チャンスクリアチャームしかわかんねえんだよな。どうせクリアチャームなんだよな。君も読んでた、あ、ニューマイか。で、この時点でこの会議を何とかしなきゃいけなくなったんですけど、これはもう、うちの大将にちょっとお願いすると。で、まあ、2番の身とかを考えれば、多分こっちの方早いんだよな、トータルすれば。でないば、多分これ、流星群でちまちま案件で何とかなる。はい、OK、ワイドブレーカー。これもあれですね、3位の方が使ってた、ワイドブレーカーと電気テラバー、あと羽休め、あとなんだっけ、あとニューマイか。だと思うんで、ワンチャン引いてくるんだよな。ここ捨て場から入ります。はい、オッケー、羽から来た。てかお前の方早い、マジ。これも徹底抗戦、流星群徹底抗戦でいいんじゃない。あ、ワイドブレーカー来るか、うわマジ。うわ、じゃあ俺流星群打ちたかったよ。やめてよ本当にそういうの。あーガチか、うわ相手絶対流星か何かしっかりと思ったけど、あ、これはキモいな。うわー、海流自身だわこれも。きっしょいの。頼む、いや、今日こっち8万機だから、これ下がってないのと実質一緒なんで。いけ、飛ばせ。うわ、キモい、非常にキモい。で、相手ここ絶対電気手は爆だな。ここ EU だろ、もうさすがに。ここ EU をほぼ切りで、新速こだわりで相手の最後、はばかみじゃないのにかけるか。あ、耐えるんだ、お前。お前、耐えるんだ。結局ここで海流切ってたらね、別にこの EU に残ったところで不意打ちで落ちちゃうんで、まあここはまあ何かの間違いでこっちの方が早いっていう、そっちにかけるか。深読みして相手引いてくればマジでかいんだよな、さすがにないか。いや、だってもうここ新速しかないもんな、新速打つしかないもんね。まあここはさすがに倒せる。お、え、EU? 待って、いや、待って、ってこれ捨ての入るよね。待って、いや、ワンチャンだ、ワンチャン。え、全然あるぞ、全然あるぞ。あ、待って、来た。これは、いや、え、マジ？皆様、結局持ってる音が違うんですよ。最後大事なところで9勝を引く、そしてしっかりここで最後決めていく。さあ、交際選ばれました。対戦ありがとうございました。皆さん、ぜひ強いので V ジャス使ってみてください。高評価、チャンネル登録、その他もお願いいたします。それでは、バイバイ。